ちょっとあと15分と思ってなかったんで、ちょっと早めに終わるかもしれませんが、始めたいと思います。じゃあ、システムスパンという時々インテロップということで始めます。まず私は誰ですかと思うんですが、影白っていう ID で、まあ、Twitter とかをうろうろしている名古屋大学の4年生です。主にセキュリティ系で、なんか最近は Go とか JavaScript ばっかり書いてるんですが、またちょっと C シャープ書きたい欲が溜まってきたので、なんか個人でやろうかなと思ってます。で、この中でスパン構造体ご存知の方、割と最近、かなり最近なんですが、ドットネットコア 2.1 で標準的に追加された、レフ構造体っていう、まあ、新しい文法の構造体の一つです。まあ、このレフ構造体っていうのは、スタックのみに存在可能な構造体で、まあ、要するにヒープメモリーに置けない。で、それに関連して、例えばクラスの中のフィールドにできないとか、まあ、キャプチャーされるような状況で使えないみたいな様々な制約がついた、構造体になっています。で、まあ、このコスパンディ構造体っていうのが何ができるかっていうと、主に連続したメモリーの領域の一部を表すっていう機能を持っています。先頭の参照と、長さの情報を持っていて、まあ、例えば、このような配列。まあ、ファイルのパスを表す配列があったときに、従来、ここのファイル名だけを持ってこようと思ったら、まあ、こんな風に新しい配列を作って、処理をする必要があったんですが、そうすると、こうやるときに、まあ、新しくメモリを確保して、データをコピーして、で、さらに、ヒープを確保しているので、その後にまたガベージコレクションが、走って、みたいな、そういうような、結構余分な処理が出てきて、結構これがパフォーマンスのネックになっていました。で、今回のスパン構造体では、ここに、まあ、参照、まあ、ほとんどポインターとかなり似通っていて、まあ、ちょっとかなり特殊な扱いをしているので、ちょっとドットネットの世界では終わらないんですけど、あとここのサイズです。これだと、abc.text 7文字。このアドレスと7文字っていう情報だけを持った構造体が、今回追加されました。で、まあ、これのもう一個の特徴として、いろいろなタイプのメモリ領域を指すことができます。まあ、先ほどからあった通りの、マネージ配列。まあ、システムアレイです。まあ、キャラの配列とか、バイトの配列とか、イントの配列とかを指すことができます。また、文字列、システムストリングの中の一部を指すことができます。さらに、それに加えて、マネージスタック、スタックアロックっていう、まあ、もしかすると、あんま頻繁に使うことはないで知らない人も多いかもしれないんですけど、スタック上にメモリを確保してそこを指すことができます。さらに、アンマネージメモリ。まあ、C シャープじゃなくて、外側の、例えばドットネット、Windows の API とかでメモリを確保したときに、そこのアドレスをスパン構造体で指すことができます。で、これがどんな感じに良くなるのかなっていうと、まあ、先ほどと同じですね。これが元々の .NET フレームワークの実装のリファレンスソースから取ってきたものです。システム IO パス get ファイルネームの実装ですが、まあ、ここで、いろいろ位置を確認した後に、パス、サブストリングで、ここからここまでっていうのを切り出して、先ほどのこのコピーを行って、新しいストリングを返すっていう処理をしています。まあ、ここなので当然ヒープの確保とかが起こる。が、まあ、起こると。で、これが .NET Core の新しい実装です。まあ、他にもちょっとソースが、もうちょっと簡潔になっていたりもするんですけど、まあ、注目するべきは、このパススライスっていうところと、あと、このパスの方が、リードオンリースパンになっているところです。あと、戻り値もそうです。で、ここのスライスっていうのが、この位置から、この長さ分を、切り取ったリードオンリースパンを作るっていう、メソッドです。これを使ったときには、先ほどの、これだけですね。ポインタとサイズ分。まあ、8たす4なので、12バイトですかね。64ビット関係。のメモ、をスタックに積むだけで、これの、
関数の、処理が完了する。で、まあ、もう一つの特徴として、安全にスタックアロックができる。まあ、ヒープではなく、スタックにメモリ確保が可能な、スタックアロックのなんですが、まあ、以前、スパンが登場する前は、これを使うときに、戻り値がポインターになっているので、アンセーフな領域、アンセーフなブロックを作って、その中でポインターで受け取らなきゃいけないっていうことが生じていました。ですが、ポインターで受け取ると、まあ、やはり、そのコンパイルオプションにすら、にアンセーフを許可する、オプションをつけなければならないし、さらに、まあ、ちょっと多分セキュリティ的な設定も、もうちょっと状況によっては権限が必要で、また、まあ、ポインターになるので取り扱いにはそれなりに注意しなきゃいけないっていう状況があったんですが、今回から、スパンの変数にそのまま代入できるようになりました。で、これによって、小さなナンバファ領域とかをスタック上にすごいカジュアルに使えるようになりました。まあ、ただし、注意点として、スタック領域っていうのは全体的に小さいので、大量にでっかいメモリーをスタックに確保するみたいな使い方はできません。ただし、その場合、巨大な領域が必要な場合でも、まあ、普通の配列をスパンに入れることもできるので、巨大なバッファーが必要な場合は、は配列を、小さい場合はスタックアロックを、というのをどっちもスパンの処理で切って一括して行えるっていうメリットもあります。で、まあ、実際に .NET Core のライブラリーを見てみると、まあ、特に暗号関連とかの処理で活用され、すでに活用されていて、まあ、結構暗号とかは、そのポインターみたいなバイトのメモリーを直接読み書きして、ガチャ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 書き換えてみたいなことが多いので、結構多分高速化に役立ってるのかなっていうんですよ。で、まぁ、ちょっとわかりやすい例をちょっとソースから探してきたんですが、まぁ、ドライブインフォメーションゲットロジカルドライブ。まぁ、要するに、A、B、C みたいなドライブのルートの文字の一覧を作るっていう処理なんですが、ここで、スタックアロック。で、まず一番最初の A ドライブの文字列の、キャラの配列を作って、そのままスパンに、代入しています。で、このリザルトは普通のストリング型で、ここに、1文字ずつ、ここですね、ここですね。で、1文字ずつ A、B、C ってインクリメントしながら文字列を、を作って返すっていう処理をしています。で、まあ、ここのまあ、スタックではなくて普通の配列にすると、ここの、たった3文字のために、またヒープの、処理、まあ、さっき企業さんの、セッションとかでもやったんですが、ヒープを確保するのには結構なコストがかかるので、それをこれで回避できるということですね。で、まあ、これは、以前はアンセーフ使ったりとか、ポインター使ったりとか、ちょっと複雑だったのが、今回から、すごい簡単にカジュアルに書けるようになったで。で、まあ、もうちょっと600ので潜っていくと、まあ、相互運用、ネイティブポインターも使えるってことは、もっとなんかいい感じにインテロップ、相互運用したいよねっていう、を見てて思いました。まあ、要するに、相互運用っていうのは、まあ、例えば Windows の API とか、C 言語で書かれた DLL を C シャープから呼び出すっていうことなんですが、まあ、これが、もうちょっといい感じに書けないかなと思って調べてみました。で、まず注意点として、まあ、スパンはポインタではないので、直接、変換したりとか、引数に取ることはできません。こんな感じで、例えば、まあ、サブメソッドのスパンバイトのバッファってやったら勝手にいい感じに変換してくれるとかそういうことはないです。まあ、コンパイル自体は取っちゃうんですが、ジェネリックはマーシャリングできませんよっていう実行エラーで落ちます。で、まあ、そうなると中のそのバッファのポインターみたいなものを直接取ってくる必要があるんですが、まずこれが結局マネージヒープを指している可能性があるので、まあ、こいつはガベージコレクションとか、メモリコンパクションの都合で移動させられる可能性があるので、ピーインボークするときには、こいつを固定してあげる必要があります。で、まあ、そこの手段なんですが、まあ、まず固定化可能な参照
まあ実質的に内部に保存している、あの配列の、まあ配列とか、スタックはアロックので取ってきたメモリ領域とかを、が中であるので、それを、メモリマーシャル .get リファレンス、または、スパンの get ピンダブルリファレンスっていう関数で取得できます。ちょっと、こっちの下の方のやつが新しい、割と新しいやつでしか入ってないので、バージョンによっては上しかないかもしれないです。でも多分これからは使えるようになります。で、それを、フィクスドステートメントで固定できます。まあ、上の書き方が、まあ、C 言語分かる方なら分かると思うんですが、普通にアドレスを取得していると。で、まあ、これもちょっと長いよねってことで、get pin double reference っていうメソッドを持っている場合は、こっちの、短く C シャープ 7.3 で書けるようになりました。Visual Studio で入れると、あの豆電球が出てきて、C シャープのバージョン上げるって聞かれるので、入って答えると、なんか対応してくれます。で、まあ、この場合はまたポインタが出てきちゃうので、結局アンセーフブロックじゃないと使えないんですが、まあ、レフ引数を使えば、まあ、アンセーフは不要でもできるな、ということです。まあ、ね、まあ。で、まあ、ちょっとこれはライブラリの中を見てて、で、知ったんですけど、バリューストリングビルダーっていうのがあって、ストリングビルダーっていうのは、まあ、ずっと .NET にある、まあ、書き換え可能な文字列の、クラスだったんですけど、それのレフステレ、構造体版が、内部で存在していました。まあ、数キロバイト程度に収まる文字列の編集をヒープ確保を一切しないで行えるっていうですね、まあ、まあ、ここだとちょっと、ゲットシステムディレクトリを呼び出すときに、まあ、このバリューストリングビルダーを使っているっていう例がありました。あと、普通に別に、その API を呼び出さない場合でも、文字列を、まあ、短い文字列を作り出すときに、内部で使っている場所もありました。まあ、現在はインターナルで、まあ、これも、普通の、公開 API にしたいよねっていう提案イシューも立ってるんです、立っているので、まあ、将来的には公開されるのかもしれないな、と思いました。で、まあ、ただし、万能の高速化手段ではないよっていうことで、まあ、ライブラリ類が、まあ、絶賛開発中で、まあ、さっきのバリュー、ストリングビルダーもそうですし、なんか、メモリー管理系のやつとかもまだ、これよりこっちの方がいいんじゃないとか、これ追加してくれよみたいなイシューがいろいろ立っていて、まあまだもうちょっと、本格的に活用するのは待ってもいいかなって思いました。あとは、まあ、先ほども言ったんですが、スタック領域は数メガバイトなので、巨大な領域を確保しようとしたりとか、まあ再起の中で、何回も呼び出したりすると、割とあっという間に枯渇します。さっき試してみたら数メガバイト、1、2メガバイトぐらいしかスタック領域が標準では設定されてないみたいです。で、まあ、あと最適化とか細かい挙動は、まあ割と、表面から見てもわからないいろんなことをしているので、まあ実際にパフォーマンスが上がるかはちょっと微妙な状況も結構あります。ストリングとか、の最適化で結構ガリガリいい感じにしてくれてることもあるので、浮かずに何なんか適当にスタックにしたから早くなったら逆に遅くなるっていうこともあるので、ちゃんと、まあ測定した方がいいかなと思いました。ちょっと今回は測定間に合いませんでした。まあ、そうですね。ということでまとめです。スパン構造体はうまく使えばパフォーマンス向上の強力なツールになるので、ぜひ活用してください。.NET Core の標準ライブラリにはもう結構使われているので、それを参考にしてみるのが、いいかなと思います。まあ、今までストリングとか配列で受け取っていたところに、スパンとかリードオンリースパンのオーバーロードを、追加すると、まあ、その、不要なところで一旦文字列にしたりとか、一旦配列に変換したりとか、そういうこともなくなって、まあ、さらに一つ追加で配列もスタックもアンマネージメモリにも全部対応できるので、結構コスパはいいかなと思います。で、まあ、今後の標準ライブラリの拡充にも注目で、まあ、今もどんどん新しい、オーバーロードが追加されているので、今後も楽しみにできてか、見ていきたいかなと思います。ここで以上です。はい、はい、スパントが、はい、ドットコアとか、
情報が発信され始めたのは、いつぐらいの時期に、ぐらいから世代の技術ですかって言うと。スパンについては、割とここ1年、2年ぐらいですかね。フォア 2.1 ってなんか、ちらっと言ってたね。はい。2.1 ってやってる時に、なんかそんな話。そうですか。なんか、多分 2.0 の場合は、ライブラリをネゲットから入れてこれば使えて、ドットネットの、あのフレームワークの方でも多分、もう、ネゲットから取ってこれば使えます。ただ、ちょっと遅い実装かもしれない。コンパイラーはその人工のやつを対応してなかった。ああ、そうじゃ。使えるけど、みたいな。ライブラリはあるけど、使えないみたいな。そんな感じだったような気がします。はい。ありがとうございました。